セリーグの各ポジションの GG 賞予想はこちら。外野手、金本は確定。秋山と桑原と岡林の争いになるんか。金本、秋山、桑原の可能性が高い気がするな。岡林って UGR 低くなかったっけ。ショート、木浪か長岡か。ショートフル出場なら坂本を押したいんだけど、Y 的には優勝補正で木浪な気がするわ。龍空もいい守備してるけどね。一番うまいのは矢野だと思う。サード、消去法でプーさんな気がする。確かにまともに戦えそうなのが岡本だけど出場試合が少ないしね。宮崎って守備うまいんか、全くイメージ湧かないんだが。普通にうまいで。セカンド、 UGR 見てると吉川な気がするわ。今年は牧も地味にうまかった。菊池って最近意外と守備範囲狭くなってる気がするわ。でも守備率は1位らしいで。ファースト、大山の守備は安定してた。中田、ビシエドもうまいけど試合数が少ないか。さすがに大山。捕手、中村か王城だろうね。阻止率は中村の方が高い。大城は打撃良いけど捕手としては小林の方が上よな。投手、誰だ。投手の GG って結構投球内容が関わってくるよな。実際山本はうまいけど正直わからんな。今久しはうまいイメージあるくらいかな。まあ阪神の村上とか東あたりじゃね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。